そんないサバサンバという曲でした。まああのあえて暑いですって言わないようにしてたんですけども、ちょっと夏ですね。でもここいいですね。屋根があって、あの雨が降っても雪が降っても風が吹いてもライブできますよね。そんな気持ちでちょっと雪でも降った気分になって海見ながらやろうかな。次の歌はリカーズドリームという曲で、まああのジャズのミュージシャンがね食べていけない時に、ある伯爵夫人のニカさんという人がそういうあのミュージシャンを育ててあげたんですね。でその人が、本当にミュージシャンのためにいろいろね場所やお金を使ってくれて、ホレス・シルバーというあのピアニストがその人のために書いた曲で、いつかジャズが音楽の方向を代表するような素敵なね音楽になるといいなという、そういう歌なんですけど、そんな気持ちを込めて歌います。 Thank you.